京都大学基礎物理学研究所は、京都大学の府研究所で、理論物理学の諸問題についての研究及び、国内の研究者の共同利用、国内外の研究者間の交流の場を提供するために設置された研究所である、共同利用、共同研究拠点に指定されている。百四十九年に、湯川秀樹が、日本人としては、初めてのノーベル賞を受賞し、 それを記念して1952年に設立された京都大学湯川記念館を前身とする。湯川記念館は全国共同利用研究所の第一号となった。1953年8月、京都大学淵の基礎物理学研究所が発足し、現在に至る。記念館が研究所となるに伴い、従来の湯川記念館は建物の名称となった。 非常に多くの研究会を開催しており、日本における理論物理学教育及び研究の中心的存在である。中間史を予測した湯川秀樹をはじめ、ニュートリの振動を予測した牧次郎、一般相対性理論における、富松佐藤会を導いた、佐藤文隆、中野西島、ゲルマン族の西島和彦、長岡強次時世の長岡洋介、小林、 マスカワ理論のマスカワとで、ゲージ上における急語小島閉じ込め条件の急跡、大一郎などが所長を務めた。理論物理学領域における国際研究拠点でもあり、理論物理学の研究を行う研究機関と研究協力協定を締結している。また、2015年12月まで科学分野でのプレプリントサーバーであるアーカイブの国内ミラーを運営していた。 1990年に、広島大学理論物理学研究所と合併、これを機に英名を、湯川インスティチュートフォーセオレティカルフィジクスに変更した。1994年から、主として、京都大学大学院理学研究科の物理学、宇宙物理学専攻から大学院生を、若干名受け入れ、前期、後期の大学院教育も行っている。 所長の選任は研究所の運営委員会及び、評議委員会の議による。任期は2年。再任の妨げはなく、数期務めるのが通例である。第2代、第4代の牧次郎や、第8代、第10代の旧五大地のように、一度退任した後に、再度選任される場合もある。3部門、13分野で構成されている。理論物理学領域や、 実験物理学領域での国際会議の運営を行う事務局になることが多い。国際会議に関しては、京都国際会館などの施設を借りて行う。過去には、南部洋一郎、スティーブン・ホーキングや、ロジャー・ペンローズなどを招請して、基調講演などを行ってもらったこともある。理論物理観光会などを設けており、京都大学理学系研究科をはじめとする大学から、 発信される理論物理学論文の刊行を行っている。京都大学内には他に非営利中間責任法人京都大学学術図書館公会があり、こちらとも共同でサプリメントに相当する論文集なども刊行している。世界物理年関連事業として独立行政法人科学技術振興事業団と協力してノーベル賞物理学者の論文などを JST のサイトに掲載した。西宮湯川記念賞などを積極的に支援し、受賞理由などの選考を行っている。海外との間でも、研究者の受け入れを実施している。財団法人湯川記念財団との間でも密接な関係にあり、小学研究者を公募採用している。また、財団では、湯川国際セミナー参加者への援助や、 研究所滞在の外国人研究者への援助なども言っている。観光事業として、プログレスオブセオレティカルフィジクスのほか、ソリウシロン研究や物性研究を観光している。PTP のサプリメントに掲載されるもの以外の資料類はこちらに掲載される。ありがとうございます。